ウィン・クリューバーとは日本の競争馬、シュボバである。待機シャトルの産区として初の重賞勝利、そして GI 勝利をもたらした。近親にディープインパクトがいる。当西時のセレクトセールで2700万円で落札された市場取引馬である。2002年秋の京都競馬でデビュー。この新馬戦を勝利した後、オープンのハギステークスに挑戦したが、 4着に敗れる。翌2003年の白梅賞では、後のクラシックにカンバ、ネオユニバースと0.1秒差の好勝負をするが、車高により5着高着となった。この戦いが評価され、自走の拳賞では一番人気に押されたが、11着と惨敗した。次の500万した競争が、同馬にとっての2勝目となる。そして自走アーリントンカップで重賞初挑戦。 7番人気だったが勝利で飾る。これが待機シャトルサンクにとって初の重賞勝利となった。続く毎日杯では2000メートルの距離が合わず発着に、敗れ、迎えた NHK マイルカップは9番人気。レースでは2番手を追走し、最後は追い上げる栄心剣山を振り切って勝利。待機シャトルサンクとして初の GI 制覇を達成した。だが、 夏の休養を明けるとその栄光から一転惨敗続きとなる。2004年の3月には22日に地方、高知競馬の黒船賞に出走し、中5日で高松の宮記念に出走するというショック両方的なローテーションを行ったりもしたが復活の兆しは見えなかった。2005年2月の半球杯では主に先行だったこれまでのスタイルと異なり、 後方からの競馬を見せる。結果、NHK マイルカップ以来、10戦ぶりの副賞権となる3着に構想。上がり3ハロン33秒8はメンバー中最速、同馬にとっても過去最速の速さであった。しかし、続く高松の宮記念では、同馬の GI 出走で過去最高の5番人気に押されたものの、10着と惨敗した。 2005年の末から2006年の初めにかけては、12月25日の2005ファイナルステークス、1月5日の京都金牌、1月14日の淀短距離ステークスと、中1周以下のレース間隔で2戦続けて、出走するというローテーションも経験したが、結果は出なかった。そして5月のと、王子ステークス以降、レースから遠ざかっていたが、9月に障害試験を受験し、 これに合格する。今度は障害で活動するかと見られた矢先、短期放牧先で、長年点を発症、手術を行い、長期休養となる。その後、2007年のダービー協チャレンジトロフィーで復帰。復帰初戦は9着に敗れる。続いての谷川学ステークスは13着に、連投で出走した、当時ステークスでは、果敢に逃げたものの、12着に敗れた。 ここに至って陣営は前年に断念した障害転向の道を選択。7月7日に障害未勝利戦に出走すると2着に6馬審査をつける圧勝を収めた。これは2003年 NHK マイルカップ以来4年2ヶ月ぶりの勝利となった。その後、阪神ジャンプステークスに出走。スタートから先頭で逃げるものの、最後まで粘り切れず4着に敗れる。 このレース中のアクシデントにより左前屈検炎を発症。全治9ヶ月の診断が下されたため、現役を引退することとなり、11月20日付で競争場登録を抹消された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。謹慎にディープインパクトがいるなど、メス系に多くの活躍場がいる。 決闘背景が評価され、2008年シーズンより、日高スタリオンステーションにテトネボ場として、繋げよう、共用されていた。種付け量は初年度から現在まで20万円で、2008年に15頭、2009年に7頭の、繁殖品馬を集めている。3区は2011年にデビューした。エバーローズが12月25日の中山競馬2歳新馬戦で、 勝利し、JRA 初勝利を挙げた。しかし2015年末で、日高スタリオンが閉鎖されたため、福島県南相馬市の個人に譲渡され、2015年12月20日より、福島県南相馬市西町ホースパークで、つなぎよされている。虚勢された後、同市の伝統行事である、相馬や馬追いに参加すべく調教を受けている。 2010年に JRA が企画した過去の NHK マイルシーの勝ち馬から選ぶ東京スマイルプレミアムのメモリアルホース決定アンケートではエルコンドルパサー、黒船などの名立ちたる名馬たちを押しのけ最終的にメモリアルホースに選ばれた大気フォーチュンにすぐ9万5000秒余りの指示を受けたしかし一部ファンの多重投票の疑いもあり次週のアンケートから投票ページに 同一の方による複数の投票と思われるものについては、無効とさせていただく場合があるという注釈がついた。ハイクレア一族の項目も参照。ありがとうございます。